ほー大丈夫大丈夫、撮影してました。さあ何でしょう、何の撮影でしょう。大丈夫、聞こえない、分かんないから絶対今髪の毛を取ってもらってます、はい、大丈夫です。教場じゃないよ、スカーレットでもないよ、大丈夫です。ガイタメオンラインだよ聞こえなかった、聞こえなかった、でかすぎて声が、私ごめんね電話してるのに。あ、それで切ってもらっていいですか。はい、はい、はい、お願いします。はい、はい、お願いします。どうしよう、これでさまとめてもらおうかな、なんか軽く軽くまとめてごめん電話してる上の方下の、うん、このリップの色は何、なんていう色だって、なんていう色？これはですね、ちょっと赤の上にオレンジが乗っちゃってるから、うーん、2色混ざってるだって赤の上にオレンジ、そう、ガイタメオンラインで撮影してました。あ、本当だ、声がでかすぎて何言ったか分かんなかったって思って、そうだ、ガイタメオンラインの、撮影をしてました。CM じゃないけどね、なんかポスターみたいなやつ。うん、上の方が合うよね。そうだね、やっほー。今日はレザーのオーバーオール着てるよ。ちょっと老けたね、だって当たり前じゃん、年取ってんだからみんな年取ってくんだからね。え、今言ってるの？うん、言ってる喋ってるよ会話してるの。あ、パクちゃん超映ってた、入ってた、うん、全然良ければ。メイク濃い、そう、最近は濃いよね、濃いよね、そう、撮影だったから、ちょっと色がね確かにね、すごい強いかもね。しかも最近さ、水槽に入れた、ここまで結構しかも最近メイクしてないから、ほぼ、あー、そうか、役柄的にメイクしないのばっかりだから、うんうん、これ濃い、今日はね、濃い方です。あ、いいよ、全然そんな、適当で。ありがとう。実際でもライブやっても喋ることないんだよね、本当に。いやいや、今いろいろ言われてるよ。え？言われ。今いろいろ言われてる。レザー熱くないだって。でも今日すごい寒くない？全身見せてほしい、お願い、ゆうこちゃん。本当？じゃあたまには全身見せる、こうやってやってこれを置いて、引き足りるかな、引き足ります、え、足りるか、足りるか、今レザーしか映ってないからポケットしか映ってない、ダメ押しでもう一回ドライヤーを押さえる、あ、ちょっと時差があります、あ、もうちょっと紫のコンバースが見えない、ね、チャーン、パニャ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 、うぃ、私服って、私服やでー、ゆうこちゃん、お尻、パニャパニャ、可愛いの、これ本当にこの T シャツ可愛いよね、可愛い、後ろがさ、だ
かわいい。 We are the world. We are the children. We are the moon. やばい、ね、結構やばい。でもかわいい。本当にみんなの名前載ってる。かわいい。 MTV 古着屋で買いました。この靴も古着屋だよ。紫コンバース。メイクのポイントは何ですか、だってパクちゃん、パクちゃんがメイクしてくれました。オレンジを使ってる。あ、そうかも。目元もアイシャドウに結構ラメ入ってるオレンジ使ってて、口もオレンジで、え、これチークもオレンジ目。チークはそんなオレンジ目じゃん。でもオレンジピンクだよね。そう、ピンクオレンジ。オレンジ効かせてます。今日はオレンジです。はい。 from インドネシアだって。インドネシアってどこ。インドネシアってさ、インドネシアっていうくくり？バリ、バリ、バリとか。くくりだよね。え、インドネシアって国あるっけ？バリとか。あなたのリップスティック好き。How's going? I'm good.今Wi-Fi 飛んでるからすごい電波良くない。いつも電波悪いんだけど。あ、すごい近い。今日は撮影しています。よいしょ、うん、ありがとう。いい意味で年取ってます。お前もな。今日の夜ご飯何食べよう。今日何食べよう。何食べるんですか。何食べようかね。家？今日。家だね。今日は納豆ご飯かな。嘘でしょ。本当だ。納豆ご飯だけ？納豆の味噌汁と。的にはこれ魚。味噌なのしか食べてない。魚って何焼きます？刺身買って帰る。あ、そうなんだ。へえ。結構さっぱりめのご飯ですね。でも子供は好きだよね。そう、夏は鏡に映るよ。いいよ。結構気にしてるでしょ。結構気にしてるでしょ。あ、麻婆豆腐。あ、麻婆豆腐いいかも。確かに作るのもいいかじゃん。私結構作りますけど、麻婆豆腐はあんま作んないかも。なんか得意料理。得意料理はチキン、グリルドチキン、ローズマリー風。オーブンで焼くの？あのフライパンで。フライパンで焼く。あとはもう塩コショウとローズマリー。塩コショウとオリーブオイルとローズマリーだけ。ちゃんとちょっとつけて食べて。ローズマリー育ててるからローズマリー。おしゃれ。使って大島優子食べ物結構好きなの。ちょっと映ってないからさ。喋りかけてもらっていい？すいません。あとなんだろう、あとデトックススープみたいなのも好きだよ。野菜いっぱい。野菜の、うん、この前油淋鶏作ったよ。唐揚げ。じゃあ今日ほら食べたやつさ、それでお弁当で。あれって唐揚げにするんでしょ。そうそう。すごい、そんなの作れんの。うん、唐揚げっていうか、でもそこまではあれ油使わないけどね、多くは。あ、そうなんだ。薄く引いて。そう、薄く引いて5ミリぐらい、4ミリで片栗粉をまぶして、まぶして、で普通にちょっと色が変わるまで揚げて。チキンが好きなんだね。じゃあ、あ、チキン好き。家ではね。へー、
豚はあんま使わないかも。だったらステーキとかの方が焼くかも。ステーキ焼いて、あとポテト。ポテト？ポテト。何ポテトって？ポテト焼く。どうやって？普通フライパンで。え、じゃがいもってことでしょ？じゃがいも、グリルポテト。あ、そのチキンを焼くときに一緒に。へー、ローズマリーで。うん、あんま味、和食作んないんですよね。家でお酒は飲めますか？あんまり飲まないですね、そこまで。最近はもっぱら、もっぱら、もっぱら飲まないってこと？もっぱらなんて言わないね。もっぱら飲まないっす、全然。じゃあご飯作って食べて。ご飯作って食べて、なんか誰か友達と一緒とかじゃないと飲まないかも。だとしてもあんまり飲まないけど、ずっとお茶飲んでるかも。そう、撮影入ると痩せちゃうんで、とにかく食べてます。お酒はバーで飲むものだって。あー、まあこれとか飲まないな、あんまり。お酒飲みます？飲まないです。家では飲まない？家でも飲まない。あの外でもほんと一杯とかしか飲めない。 あそうなんだ。弱い。もともと弱いんですか？そう。ああ、よろしく。鉄板焼きにじゃがいものスライス、分かる。私もじゃがいものスライス焼いてますよ。いいよ全然。前髪はね、全然いいよ。前髪はね、作りたいんですけど、まだかな。まあ、仕事やってますからね。油淋鶏超簡単だったよ。これ別でいい。ファンミーティングしてください。そうですね、考えてます。教場はウィークです。2年前、うん、もう2年経つんだよ、ファンミーティングから。あのキーホルダーのやつ、キーホルダー。あ、そう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 、あの T シャツのマーク、デザインのやつ。うん。じゃあそろそろいいかな。どんな終わり方だよ。みんな大丈夫ですか？あの準備、帰る準備してくださいね。今日はもう終わりなんで。あ、見て見てこれ。ねえ、これ見て、超可愛くない？かわいい。ストレンジャーシング。うわ、ほんとだ。かわいくない？どこで買ったの？仕事の時？やられちゃった。これ売ってんのかな？いや、売ってないんじゃない？そうか、どっかじゃないと買えないとかね。絶対そう、地形だよね。そうかもね。かわいいよね。なんかエコバッグ持ってる人がいて、それめっちゃかわいかった。持ってる。いや、なんか赤い日のね。そうそうそう。あれめっちゃかわいい。あれかわいいですよね。それも売ってないよね、きっと。でもどっかにあるんじゃない？まああるってことを。こんだけ人気だし、多分配ってないよね。いやいや、あるんじゃないの。ありがとう。歯が綺麗なんて人生で言われると思わなかった。だってさ、超歯並びコンプレックスでさ、もう歯ガタガタだってすごい言われてたからさ、矯正したの、2年前ぐらいに。で、1年半かけて矯正して、いや、だいぶ並んだよね、うん。まだちょっとやってるけど。あ、裏から？うん、マウスピース。あ、そう。インビザライン。やってんの。カラコンしてないよ。なんていうの、地目だよ。なんていうんだっけ、裸眼だよ。自分の目だよ。
もうやめてもらっていいですか。後ろ誰か、あ、バクちゃんが映ってた。これめっちゃ可愛い。メイク方法教えてくださいってよく言われるんだけど、どういうことなんだろう。メイク方法？今日のメイクの方法。How to？ 今日は。知らない、私メイクしてないし。メイクしてもらってるから分かんないな。あ、そうだね、トムが気象予報士受かったよね。お祝いしてあげなきゃ。おめでとうございます。メイク配信ね、しないな。だって私全然普段メイク適当だもんな。下地塗って、ファンデーション塗って、ちょっとコンシーラー塗って、粉叩いて、眉毛隙間埋めて、シャドウは割とマットなベージュとかで、ラインは目尻の方だけでって感じですね。やっと特にないよね、メイクに関しては。シンシャオ読めたよ。シンシャオ、お仕事終わりました。イエイエイエイイエイエイエイ。深尾ちゃんだ。タイにいるでしょ今。タイだっけ、どっかにいるでしょ。ストレンジャーシングスのカバンだよ。ストレンジャーシングスのカバンだお。どこのカバンって聞かれたの。遠距離恋愛に疲れました。疲れるのか。じゃあやめたら。消しました、ありがとう。あれはウィッグです。なんでそんなに老けないんですか。そんなこと言っても何も出てきません。老けてきてます。カッチが見てる。ショッピング好きですか。ショッピング好きです。最近あんまり買わないけどね、何もそんなに。でも撮影入るとずっと買い物行けないから、たまってネットショッピングしちゃうかも。プリーズシングヒリヒリの花。ヒリヒリの花ね。ネットフリックスで他におすすめの作品、クイアアイと、クイアアイはでもみんな見てるよねきっと。クイアアイと、あとはあ、アメリカの牢獄に入る本当のドキュメンタリーの話、超面白いです。ジェイルバードってやつはめっちゃ面白いですね。牢獄の中の話。ゆうこちゃんは結婚しないの？きっといつかはしたいですね。スパイキッズ見たことある？邦画見る。邦画があんまりね、ちょっとね、わかんないんですよね。あ、でも最近見たのはあれ、なんだっけ？
万引き家族か。万引き家族だっけ、うん、万引き家族ですね。あー、山田さんのドラマもやるね。なんだっけ、それアダルトビデオか、監督アダルジェンダー監督か。面白そうだよね。え、はるなちゃんコメントしてくれてんの。え、ちょっと見逃したんだけど。はるなちゃんどこに、何してんの。あ、知ってる、小木さん映画やんだ、知ってる、相談受けた、ちょっとだけ。どうやってセリフ覚えんのって言って、あ、今日も可愛いって言ってくれてる。お前が一番可愛いよ。じゃあそろそろ帰ってご飯でも食べに行きますかね。食べに行くか家で食べるかどうしようかな。あ、お疲れ様、撮影終わったんだね。明日かな、明日だね。明日撮影で会いましょう。じゃあ皆様もハーバーグナイトで、ハーバーグイブニング、じゃあねー、バイバーイ。